八つ尾が海の魅力を伝えるよ。カリアボ。今回の学び屋は有明海に注ぐ九州最大の一級河川筑後川。絶滅危惧種に指定される希少な生き物の生息地としても知られています。こうした豊かな自然が守られている背景には市民による環境活動があります。グッドニュースは15年もの長きにわたりリバークリーン活動を続けてきた環境団体。活動を通じて一人一人のグッドニュースを発信しようがその名の由来です。皆さんおはようございます。今日朝早くからお越しいただきましてありがとうございます。みんなで川をですね、きれいにしてみんなが笑顔で筑後川を好きになってもらえるためにも楽しくゴミ拾いをしましょう。この筑後川の河川敷だけを見るとすごいきれいに見えるんですけど、ゴミが多いのはどちらかというとこういう草木の間とかにある漂着ゴミなんですね。でそれが何でかというと増水した時に水がこの辺まで上がってきます。水が引いて草木の間にゴミが変わってくる感じですね。海と山っていうのは川でつながっているので、それをやっぱり海に流さないっていう気持ちを持って、そういうのもあって上流の花園温泉の皆さんと下流の有明海の皆さん来ていただいてますけど、もうみんな仲間になってやってるような形ですね。回収したゴミのほとんどは人々の生活から出るもの。多い時では2トントラック1杯分ものゴミが集まるそうです。活動はリバークリーンと川遊びがセットになっています。子どもたちにはまず川を好きになってもらいたい、まあ、川を大事にしたいねって思ってもらえる人がいることが将来筑後川がきれいになる一番の近道じゃないかなと思って、そのためにできることは何だろうと思った時に川遊びを取り入れました。中島さんの長男ゆうすけくんは1歳の頃から活動に参加しています。僕はこれからも川の清掃活動を続けていきます。この度グッドニュースの長年の功績が認められ久留米市から賞を受けました。表彰状環境功績賞。私たちみたいな活動っていうのは人のつながりだったり、まあ、川を思いやる気持ちとかそういうのっていうのは形に見えないものなんですね。表彰状をいただいたりすることでですね、まあ、それこそ形としてチームのみんなも一緒にですねやってきたことに対して誇りを持ってですねこれからもみんなで頑張っていこうという励みをいただけたと思っております。海と日本。海と日本。